皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。ご視聴ありがとうございます。キムコ KX シティっていうスクーターがあったのを皆さんはご存知でしょうか。キムコツラを知らないなんていう方もね、中にいらっしゃるかもしれないですけど、台湾のメーカーでございますよ。ナンバーワンメーカー、台湾ナンバーワンメーカーキムコでございます。はい、紅葉工業、日本語読みでね、漢字で紅葉工業、はい、そういう会社でございます。20年連続でですね、だから2001年からですか、2020年まで、あ、2020年、19年前だから、2000年から2019年まで、約20年間にわたってですね、台湾で一番、販売している、スクーター、まあ、スクーターだけオートバイ、台湾の中でのオートバイ、一番販売している会社でございます。はい、2位はちなみに台湾ヤマハ、3位が三ヤ、三洋工業、ね、そういうことらしいですよ。はい、やっぱり台湾ヤマハは頑張ってる。日本だとね、ヤマハ、台湾ヤマハがね、売れてる。ね、そういう感じですよね。で、あとヨーロッパ。どちらかというとヨーロッパが主流なんですか？もちろん台湾は、ね、自国の台湾はもちろんなんですけど、あとヨーロッパで、とかアメリカとか、いろんなところでも販売されてるんですけど、東南アジアもやってますけどね。まあ、ヨーロッパ結構売れてるみたいですよ。はい。それで、1位、二輪車関連の販売台数ということで、1位、全世界でね。ホンダ、1番ホンダ、2番ヤマハ、3位鈴木、ただ僅差でキムコは3位と4位が入れ替わってもおかしくないぐらいのあれになっちゃって、まずいですよね。まずいですね。どうしたらいいんですか。頑張るしかないですよね。ただ鈴木さん日本ではもうやる気ないみたいな感じそんなことないですか。頑張ってほしいですね。はい、私は日本人なんで。さあ、そんな、キムコ経営推進、何をやろうとしているのかというとですね、あのステムベアリングがねダメなんですよ。で、ステムベアリングがダメなんで、ちょっと交換 しなきゃいけないですね。何？キムコの車両ってステムベアリングダメになるんだ。違いますよ。日本のメーカーいっぱいありますからね、ダメなのね。私、ホンダ、ヤマハ、鈴木、川崎、すべてステムベアリング何かしら交換したことありますけど、みんなダメになりますよ。みんなダメになります。しょうがない。こればっかりはね。どうしたらならないですかね。メンテナンスですかね。メンテナンスって言ってもね、どうしたらいいんだっていうね。これラジエーターのクーラントここに入ってるんですね。クーラントって大きく入ってますけど、なんか嫌なとこについてますね、これね。開けてみましょう。落ちた。よっ。あ、はい。ラジエーターのクーラントあります。ラジエーターキャップはここにありました。そして、とりあえずこのカバー外したい。ステムにアクセスするためには、これあとこれですね、これ外して、あと前外されてね。で、このカバーはあと2つですかね。でいいのかな、これ M? いくつですかね。こんな感じでね、いろいろとああでもないこうでもないとやりながらやってるんですよね。これネジ外したはいいけど、入れ替え方を忘れてるとやばいですよね。ちょっとね、 T レンチを、変だじゃん。ちょっと影響をね、これで外れないのか、これで外れる、これで外せるようなこと書いてあったんですけどね、ここはね。お、外れた。お、外れた。外れましたよ。ね、はい、さあ、そしたらこうね、ちょっと開口部がこう広くなりましたね。この両脇のこれを外さなきゃいけないね、これを。これっておそらくこれ全部外れると思うんですよ、ガバッと、こっから。一式ね。あと上のは、ここ外したいですよね。これなかなか大変。皆さん、ステムベアリング、これ、うちでできると思います？ね、嫌ですよね。
嫌ですよねじゃなくて、できるかな。ダウンタウン、ダウンタウンはですね、なんかやらせていただいたことが、ね、2回ぐらいあるんですよ。ダウンタウンはできた、できたっていうか、できたとは言いづらいんですけど、何を私は言ってるのかというと、ステムナットが外せない。ステムナットね、六角形じゃないんですよ、これ八角形なんですよ。皆さん、八角形の六角、八角形の六角じゃない、八角形ナットって見たことありますか？あんまりないですよね。そういうのがついてるんですよ。専用の八角形のソケットじゃなきゃ回せないんですよ。どうしたらいいんですか？スパナで回せばいいって。スパナじゃない、モンキーレンチで。いや、舐めるでしょう。だってステムナットってすごいトルクかかりますからね。どうしたらいいですかね。そう、前はね、クレームで、クレーム修理みたいのがあったんで一回やったんですよ。でもステムじゃなかった。やばいっすよね。やばいっすよね。でもいい、ちゃんと相談して、じゃあステムやってみますかってことになったんですから。別に私は勝手にステムだって思ってやったわけじゃないですよ、うん、あのサービスの方と相談して、うん、じゃあステムナット交換してみてくださいって言われてステムナット変えたんだけど、いやでもステムナットっぽくないんですけどねって、いやでもかく、でも、うん、でもステムナットとりあえずやってみてくださいよって言って やらせていただいたんですけど、その時は八角形だから外せないんじゃないですか。工具送ってくれました、一緒に。で、工具交換して終わったら工具返したっていうね。よかった。貸してくれる。こう。でも、これ、うちで買ってきて、やりたいからって言っても貸してくんないじゃない。そうそうね。そういうのはダメですよね。どうしたらいいですかね。すぐ近くだったらいいんですけどね。キムコのサービスがね。車で10分ぐらいのところにあるとかね。そしたらこれ積んでってね。ちょっと貸してくださいよっつって、そこでダメですか。あ、それでですね、コロナウイルスのね、あれで緊急事態宣言云々が出た場合、でもほらキムコさんは東京のあの平和島というところなので、そこもね、そういうあれになってしまうと、例えばも発送ができなくなるとか、やれなんだとか、うん、あとまあいろいろとほら、やっぱり通勤もしないでくださいみたいなね、会社集まんないでくださいみたいなこと、まあ、拘束力はないみたいですけど、ただやっぱりね、そういった部分にもなりかねないということで、そうなってしまうと一応いろんなあれが滞ってしまう場合がありますということなので、そのあたりはね、ちょっと一応ご理解いただいて感じてございますけどね。さあ、そしたらこれを外しましょうよ。これ大きいやつをね、どうやって外すんですかね。どっから外していくんですかね。このまずこれですかね、内側のこのカバーを外して、でこれ外すの、もしこっち側外さないと外せないですかね。どうだったんですかね。試しにね、いろいろと外してみるのが楽しい、うん、まあ、何でもそうなんですけどね、外していくんですよ。でほとんどクリームトリップなので、パチッ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 ね、こういう感じでクリームトリップいいですか。これネジみんなまとめていただきますけど、分かんなくなっちゃうね。あれ、ここ何使うんだろうとかね、最後余っちゃったりして、あれ余っちゃった、あれどこで使うんだったっけかな、あれどうしようかな、いっかーなんて。さて、そんなね、砕けたことをねやってる場合ではないんですよ、うん、ちょっとね、こういう時期なんでね、あんまり作業もね、なるべくならしないでおとなしくしてるということがね、必要なのかなと思うんですけど、ちょっと、まあ、緊急のあれじゃ、作業ではないでしょって言われたらあれなのかもしれないんですけど、そうは言っても何かしらね、やらないとね。遊びに行くとか、それはちょっとね、あれですけど、事務仕事するとかね、まあ、そういうのもあるんですけどね、店閉めてね。でもありがたいことにね、なんか電話かかってきて、何々できますかとか言っていただけたりもするんでね、うん、まあ、ありがたいんですけど、ただこうすぐ対応できないっていうかね、やっぱりこういう時期ですから、
どうしたもんなのかなとかね、いろいろ考えさせられることもあるんですよ。ね、あるね、難しいですよね。クリームトリップだらけじゃないですか。何ですかこれ。下もかな。下もだ。下にもあるね。そうするとこれが外れるんじゃないですか。なんか違う？いやー大変ですねこれね。実はあれおかしい。ちょっと下見てみましょうよ。どうなったんですか？あ、クリームトリップだな。あれ違う、右と左でなんか違うぞ。なんでだ。なんか違うぞ。なんか違いますね、右と左で違うんですよ。やばい。ああ、なんだこれ、外れない。あれ目だな、外れないじゃないか。あ、ちょっとね、こういうのはね、動画としてどうかと思うぞみたいな。あ、これなかなか再利用が効かないクリームトリップだ。大抵これは割れちゃったパターンのやつだ。取れたけど、なんか違うのがついてますね。こっちは途中で外れたから、こっち側が外れないんですね。なんだ、あ、でも入ってる。これはどうなってるの。うわうわ、もう劣化してるな。うわー、バリバリじゃん。そう、この大体スクーターってこういうのね、いっぱい止まってるんですよ。このクリームトリップっていうタイプ の名前のなんかこう入れてポチッと押すと広がるやつ、それで抜けないようになるっていうね、これで止めてあるんですけど、これってあの古くなって、やっぱ樹脂でできてるんで古くなってくるとダメになっちゃうんですよ。簡単に折れちゃったりね、ペコッとね。で、だからこれもこう定期的に変えるしかない。だから外した時に、だから説明しなきゃダメしてますね。あ、クリームトリップというので止まっているんですが、古くなってくると爪が一箇所ポンって折れちゃったりとかね、そういうことがありますんで、そういう場合は新品に交換させていただきますと。ですからお金かかりますってことで、要は1個いくらってしますか、100円ぐらい請求するんですよこれ。なんでね、で勝手に変えるわけがないし、でダメなやつそのまま入れといても抜けちゃいますしね。難しいです、説明ですよね。説明しないとね、説明しよう、ね、そういう部分が重要。外れないどうしたらいいですか。どうしたらいいんですか。どうしたらいいんですか。ダメだ、外しようがない。なんでこんなっていうか違うのがついてるね。いやー、なんだろうこれ。ああ。外れた。さあ、そんな感じですね、作業を続けさせていただいております、店長武蔵チャンネルでございますが、そろそろこんにちは。はい。お待ちいたします。あ、どうもこんにちは。外れないじゃないですか。どうなってんのこれ。外れないじゃないですか。いやー、これ上にかかってるから、こう上からこう引っ張るんですね。あ、
おー、むずい。こうだ。あれ、こっちが先に外すんですかね。もしかしたらね。どうやって外すんですかね。どうやって外すんですかね。サービスマニュアル見ればいいんですよね。なんかね、サービスマニュアル見ないでやってるんですかみたいなコメントがあったんですよ。見ないでやってる。良くないですね。そう、それで例えばね。元スポーツっていうお店があるんですけど、皆さん知ってますか。アドレス V125 サービスマニュアル見ないですよ。見ない作業、はい、ああそういえば見ないなーって言ってました。見ないでしょ、あの人 見る必要ないでしょ。もうアドレス V のこと多分何から何までね知り尽くしてますから。見る必要ない。そういう方も、まあ、ありますよね。まあ人それぞれあります。フロントフォーク外すのとかね、これなんか手入れてやってるんですけど、このあれを本来はこれ外さなきゃいけないらしいんですけど、外したら大変なんで外さないでやるのに手入れてこうやっていろいろね、あと工具作ってました、それを、ね、出ないところ大変じゃないですか。なんかやるんですよ。いろんなね、方がいらっしゃいます、はい、ということで私はこれからサービスマニュアルを一応また確認してですね、あ、こうやったこことこれを外してからこう外す順番っていうのをね一応確認してそれでやっていきたいと思います。どうして今そんな風になってるかというと、バッテリーがあとちょびっとしかないからです。途中で多分切れちゃうんじゃないかと、ね、思って、こんな風に話をしているわけですよ、はい、さあそんな感じで、店長武蔵チャンネルね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました、またお会いできるのを楽しみに失礼いたします。